サッカーのワールドカップが開催されているカタールを訪れたアメリカのブリンケン国務長官は22日、大会で多様性などを訴える腕章の着用が禁じられたことについて懸念を表明しました。 ブリンケン国務長官はカタールのムハンマド外相との共同記者会見でこう述べ、FIFA 国際サッカー連盟が多様性や差別反対を訴えるワンショーの着用は処分の対象になると通達したことに懸念を示しました。カタールでは同性愛が違法とされていて抗議のため複数のチームの首相がワンショーを着用する予定でしたが、FIFA の通達を受けて断念しました。